こんばんは。こんばんは。岩手県到着いたしました。はい。ランチタイム。到着いたしました、岩手県。はい。岩手県はここは、陸前高田、はい、震災があった場所ですね、はい、がっつり被害があった場所でございます。そうですね。今日はね、陸前高田の奇跡の一本松という、はい、一番なんかその震災があって津波が来ても松が一本だけ残ったっていう、うん、そこにね、今あそこに見えるんですけども、あっち、はい、見えるね、あそこに行きたいと思います。はい、ちょっとメモリアルパークみたいなのはちょっと5時までで閉まっちゃってたんで入れなかったんですけども、はい、ちょっとそこだけね、松だけ見に行きたいと思います。すごいよね、ちょっとね、はい、見た時うわってなって、うん、あれやんってね、あれかちょっと震災の時は小学5年生6年生ぐらいだね。5年生だった5年生だよね、うん、5年生の時俺震災あった時は教室にいました。学校にいたんだ、うん、俺も家帰って学校のグラウンドに遊び行こうって時に、うん、めっちゃバーって揺れて、こっちも山梨も結構揺れたから、え、道路にいたってこと？道路にいた、揺れてんなと思って、それ幼稚園のバスであるじゃん、はいはいはい、めっちゃこんな揺れして、みたいな、歩いてると分かんないもんね、あんまり歩いてると分かんなくて、うん、その時ね、あの時はまだどれだけやばいのかっていうのが、ね、全然分かんなかったよね、分かんなかったけどね。教室にいてもうなんかもうちゃんと、なんつうの、ちゃんと机の下に潜った。いや、それはそうでしょうよ。もう担任の先生もなんか声を高らかに上げて、机の下に戻って潜ってみたいな、うん、でも担任の先生はちゃんと担任の先生だからちゃんとね、確保してんのよ、通路をドア開けたり窓開けたり。素晴らしいですね。してて、うわーすげえなーと思って、うわやばいやばいんだやばいんだみたいな感じでしたよ、ね、震災の時は、ね、震災のあった陸前高田市に来ましたね、うん、はいはいはい、ここは来とかないと。すごいよ、本当に見てほしいもんね。もう少し、もうちょい、あとちょっとで着くから、うん、初めてですよ、こんなの来たのね。ね、これでも家があったのかな。あったんじゃない、わかんないけど、ここにほら、震災があってから新しく松を植えたのかな。植えたんじゃない、松が残って新しいやつ植えたんだ、うん、すげえな、ね、ここの松、これがまたあんくらいでかくなると。そうなんじゃない、いいですね。すげえな、あれだけ一本立ってるほんとにすごい。でもあれ根元がやっぱりもう死んじゃってて、なんかモニュメントみたいになってるらしい。あ、そうなんだ、うん、でかいもんね、グーって。はい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 、着きました着きました。着きましたね、すげえや。いや、あれやばいね、あっちがやばい、ちょっとこっちから行こうよ。建物やばいね、建物からそのまま残ってるよ。何なんだこれ、何の建物だったんだこれは。何も書いてないのかな。何も書いてない、がっつり埋まってるもんね、水。そうだね、だから何の建物だったんだ、分かんない。これもともとここに水なかったのかな。どうなんだ、そんな感じしない。こっちが海なのか、海でこう一応川みたいに繋がってるのかな。どうなんだ、でもこんなになっちゃうんだからね、建物が。すごいな、やばすぎるな。あそこはホテルでした、はい、ホテルなんだね、ユース、陸前高田ユースホステル。はい、このホテルがあったおかげで倒れなかったらしいです。すげえな、一本松。なんかいろいろね、はい、あるみたいですけど、住宅があったんだ、これもどっかにあるのかな。どうなるの、どっかにあるっぽい。気仙沼中学校、7万本もこの松なくなった。で1本残るってやばいね、やばいやばいわ、やばいな。これ献花台があるんだ、あんま花持ってきてないです。奇跡の一本松です。柳瀬隆。ほら、柳瀬隆さんじゃないですか、アンパンマンの人でしょ。チョロマツくん、すげえ、これを作ったってこと、うん、アンパンマンの海である親であるモデル描いたイラスト、アンパンマン柳瀬隆氏が描いたそうですよ、これ。すげえな、かわいい、すごいな、いやすごい
なんか合成みたいに映ってるね。合成みたいに見えない？こんなとこにさ、なんもないのにさ、ポツンってあるの。うん、合成みたいだわ。空もなんかうん、うわすげえ 3D みたい。いや結構ガチで笑いなしで、マジですごい。でも花は生えてんだね。花っていうか葉っぱ。うん、マッチね。松ぼっくりはもうできないのか。でもできないでしょ。力を感じます。勇気を感じます。はい、よし。さあ、はい、ここのね、一本松を、はい、奇跡の一本松を見たということで、はい、災害をちゃんと、ね、初めて見たよ、ね。忘れちゃいけないですね。3.11 は初めて見た。マジで来たこともなかったからね。テレビでしか見ないからね。うん、宮城もそうだし、福島もそうだし、岩手もそうだけど、俺ら初めて来たから、はい、初めてこういうね、災害のところを見て、やっぱね、忘れちゃいけないのもそうだけど、何ら変わんないもんね、ここは。正直そうなんだよね。田舎というかさ、その東京とは違うけどさ、ちょっと離れたところとはさ、別にあんま景色も何も変わらないのにさ、ここだけめっちゃさ、すっげえ被害があったってことじゃん。そうだよね。そう考えるとさ、なんかどこであってもおかしくないしさ、ね、なんか、なんだろう、なんつんだろう、ちょっとうまく言えないですけども、どうでもできないことはあるからね。そうだね。まあ、まあ、なんかそういう気ありますか。喧嘩ですかね。まあここ、うん、来て、うん、本日僕たちは盛岡に向かって、うん、車中泊をするわけですけども、はい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 、ここ来たっていうことが大事ですから、はい、大事ですからね。明日路上ライブをして、はい、もうね、音楽ができてる幸せをかみしめながらね、そうですね、路上ライブしたいと思います。間違いなしでございます。さあ、陸前高田から盛岡まで行きましょうか。じゃあ、はい、次はどこで撮りますか。車中泊ですか。か、まあそうだね、一回銭湯行くけど、まあどっかで、盛岡着いたら盛岡でもいいし、ね、車中泊でもいいし、多分車中泊かな、わかんないけど、撮れたら撮ります。次の科学で、はい、レッツラ盛岡。はい、びっくりした。ここで待つっていうね。なんでここ。え、冬の湯ってとこに着きました。はい、今からお風呂に入って、サウナもがっつり入って、今日は車中泊なんで、はい、しっかり整いたいと思います。よっしゃ、行こうぜ。決まろう決まろう。龍泉寺の系列らしい。じゃあもうね、うん、それは間違いないじゃないですか、うん、後ろ開けっぱだから。うん、お前助手席開けっぱだから俺らダメだ、俺ら終わった。こんばんは。こんばんはどこで歯磨いてるんですか。炎です。じゃあ水道はあるんですか。ないです。どうするんですか。東京都の水で駆逐してきますおもろい無人島生活してるみたいだね。ね、何してんだか。おもろいことやってるじゃん。何してんだよ動画、動画、カメラ回しながらさ、歯磨くのやめてくんね。やば、歯はさ、お互い磨かないでしょ、ちゃんとね。そりゃそうですよね。どっちがどっちかわかんないから、ポッカーが方向になる、ポッカー。消えちゃう。やばい、消えちゃった。何してんだよ。ちゃんと歯磨きましょう。はい、じゃあ寝るときにまた回します。はい、本日車中泊です。はい、お風呂入ってきました。どこだっけ。歯磨きました。はい。今日はここで車中泊させていただきます。はい。もうおやすみなさい。明日盛岡です。盛岡で路上でございますよ。はい、初岩手なんですけども、はい、初盛岡で路上ライブ、がっつりがっつりもっちり交わしたいと思いますので、よろしくお願いします。よし、頑張りましょう。それでは、おやすみなさい。もう3時なんで、もう3時だよ、多分。もう分かんないけど。してんね、3時まで。もう寝よう。もう寝ます。おやすみなさい。また明日。